恋愛総選挙、先週がちょっとラビパだったので、はい、下水もの見せてしまったので下水って分かってんならもうやめないんだけど今回理想の告白総選挙です。嬉しい。これがね、でもね、本当夢のような企画なわけじゃないですか。だってファンの人が自分の好きな AKB のメンバーとかに告白してもらえる。確かに。で最初の頃はそうでもなかったらしいんですけど、ようやくファンが気づいてきたらしいんですよね。すげえんだって応募が。そのデータ処理が大変すぎて AD の子が一人辞めたらしいのよ。もう俺データはもう無理ですって。まだまだたくさんのご応募お待ちしております。この企画は応募者のところに推しメンちゃんがいきなり現れ告白しちゃいます。いやドキドキ。ということで今日告っちゃうのは、あれ、ワンガン。おはようございます。 AKB48 チーム4所属、次世代エースの西野美希ちゃん15歳。なんと人生初告白なんだって。どうしよう、これもう超緊張しますね。じゃん。14歳、福岡に行くんですか。え、今から。これできたの。そう、すごいね。着きましたね。なんかちょっと緊張やばいですね。ドキドキ。こちらが、お、何ですかこれ。天真爛漫だもんね。開けてください。じゃん。中島たくみくん、福岡県在住の中学3年生、中島たくみくん。野球少年ですかね。てか、なんでこの写真を送ったの。あ、でも、え、特技のファンかな。乗馬。あ、福岡乗馬。あ、野球少年じゃないんだ。野球、え、乗馬、乗馬部なんてあるんですか。そうなんだ、すごっ。そんな乗馬が趣味のたくみくんの理想の告白シチュエーションは、乗馬クラブで馬に乗る練習をしていると、そんなにしっかり練習してるんだ。突然背後から西野ちゃんの声が。王子様とお姫様のような告白。いやー、ロマンチックですな。そうなんですね。馬に乗ったまま告白されたい。おお、なかなかですねこれは。危ない、馬びっくりしちゃわない。すごい馬が好きなんでしょうねきっと。ね、馬愛があるんですねきっと。ちょっとでも緊張します。でも私馬怖いな。馬、馬とかヤギとかちょっと怖いんですよね。牧場に一緒にロケ行ったけど大変だったんだから。あ、そうなんだ。どうだろう、多分言えないですね緊張して。だから多分言おうと思っててもその言葉は全部真っ白になっちゃって飛んじゃうから、自分でもどうなるか分かんないですけど、あった、英語で言えないな。花畑通ってるんだ。すごいすごい、ね、本格的だね。うん、緊張してきたな。身を潜めて大声出さないように。お口チャック。うわ、すごいとこだね。まあ見つかんない。すごい目立っちゃうんじゃないこの格好だったら。え、どうしよう、カエルとかいそう。絶対カエルいる。あ、かわいい。ああ、もうなんか。しなきゃしなきゃ。あ、無理無理無理でした。無理です。ちょうちょう。ちょうちょう。かわいい。すごい。目立つな、あいつ。かわいい。すごい。すごい。綺麗。いや、めちゃくちゃ緊張する。あった。ロッカールーム。どうしよう。ここ開けちゃダメですか。あ、大丈夫ですよ。え、本当に？いいんだ。個人のプライバシー全くねえの。たくみくんの匂いしますよ。夢のような、あららら、そんな、うん、いいね、私匂いフェチなんですよね。優しそうですね。あ、すごい。うわ、怖い怖
マイ馬がいるんだ。普通にもうリポーターみたいになってるな。本当だ。こういう施設あるんですよ。こんにちは。あ、怖いかも。私も怖いかも。すごい。すごい。馬が分かるんですね。犬みたい。犬みたいっていう例えね。待って告白するの準備がちょっとなんだできてきましたよ。おお、すごい。たくみくん、練習。ちょっと言いたいことがあってきたんだけどみたいな話をして、うん、馬いいねみたいな感じの馬の話を聞いて、いね、おおお、かっこいいチャリ乗ってんな。え、来ますか。緊張してきた。掃除からするのね。お掃除もやるんだね。うん、これは分かる。あ、違かった。なんとなくこれ音が分かったから来たら緊張するよね。くれると思いますよ。宝物にしてほしいですね。かわいい。あ、でも、あ、でももうそろそろかも。こっちに戻ってきたら、たくみくんに告白するんだよ。ねえ。たくみ、どうも行かないと。本当に。行ける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 。頑張れ。頑張れ。これは今そこにいるか。今ですか。どうしよう、楽しみ。ゆっくりがいいですね。どうしよう。頑張れ。やばい。ゆうくんが引っ張っちゃったかもしれない。やっぱり年頃なんで。待って、ここの湖が。でも今かもしれない。行くなら。馬ごと向くのかっこいいね。こんにちは。すごいですね。ずっと見てました。ありがとうございます。でもびっくりしすぎて何が何だか分かんないよね。すごいですね。なんか雰囲気がいいの。いいの、うん、なんか触ります。なんか触りますね。かわいいです。かわいい。コマンダーって言うんですよね。そうですね。あ、馬近い。なんかできるんですか、技。技、いや、まだ初めて、そんな立ってないんで、はい、できないです。走れますか。走れますね。じゃあ見せてください。はい。あーあーめっちゃ笑ってる。ここにいたらいいですか。そうですね。緊張するよ、ね、これ。普段よりも走っちゃうんだろうな。あ、すごい。
これいいとこ見せたいと思うもんね。かっこいいかっこいい。ほんとすごいすごい。ほんとかっこいいよ。かっこいいね。すごい。どのぐらいやってるんですか？半年ぐらい。ですね、はい、実はですね、今日はちょっと伝えたいことがあって来たんですけど、いいですか？はい。ですね、頑張れ。言いますね、はい、ですね、私は、そうですね、緊張しますね。もじもじしてるのがまたいいね。ですね、はい、私は、私はなんかみんなこっち見てる。たくみくんのことが好きです。で、今日はお手紙を書いたので。コマンダーも聞かないふりをしているよ。大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。頑張ってね。ありがとう。やだ、かわいい。幸せでしょうよ。今まで男の子の反応が一番なんかピュアな感じが。ピュア。ピュア。どうですか今の。ビビりましたね、正直。なんていうんですか、意識しなくてなんで驚きましたね。ただ単に。お前なんか言えよ。何それ。照れんなよ。ジブリ見てるみたいな。ねえ、わかる。どうでした？めちゃくちゃ緊張しました。なかなか言えなくて、でも言うことはちゃんと言えたなって思います。本当にドキドキが。120点です。あ、120点ですよ。スパって言うんじゃなくて、言葉が詰まってたんで、いいですかみたいな感じだったんで、それが良かったです。もじもじしてるのがまたいいね。やばー、やったぞー。いいねいいな、なんか素敵だな。こっちもやったぞー。120点。 AKB のみんなは今の告白どうだった？いやー、いいんじゃないですか。この中学生のういういしい感じがね、同年代ってやっぱいいですね。ね、いいよね、なんか男の子の反応がすごい可愛いなって思います、ね、いいよね。そう、指原も言ったけど、今まで出てた男性陣の中で一番ピュアなね、ピュアな感じしましたね。最後のやったぞみたいなのもね、よかったし、馬と男子っていいんだと思った、すごい。いや、馬と男子がいいなと思うなら競馬場行ってくれんじゃん。大見とか行ったらいっぱいあるよ、馬と男子が。あれがよかったら馬で振り返る、馬ごと振り返る、馬カーブ、馬カーブっていうのあれ。私ずっとこの番組出る時にちょっと下水よって聞いてたんで、こんなに人の告白を見て心が洗われるものかと思って。そうなのよ、すっごい今なんか晴れやか。そうなの、ピュアになって帰れるっていいよね。帰れますね。こっちも幸せになれるんだよね。 VTR 出てる2人も幸せだしね。なんかいいんだよね。いいですね、この番組のこの振り幅ね。すごい本当にこの情緒不安定な番組ね。続いてなんですが、大問題企画が帰ってきました。何？大好評。誰から大好評？行ったの。そう、行きました。私気持ちが迷子なんですけど、でも来たら大人だからな。22だから。Let's go。 あ、こんにちは。お願いします。よし、行くぞ。行ってらっしゃい。大きな。ドン引き。行くぞ。行ってらっしゃい。オートロック。行ってまいりましたよ。どこだったっけな。いや、近場。都内。こんにちは。すいません、はじめまして。AKB48 北原理恵と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。
お邪魔します。長いでしょ。あ、なんかあ、いいですね、お家って感じで。あら、ちょっと一瞬見ちゃおうかな、お家。そうなんですね。あら、なんかすごい、すごい。うわ、なんかファンキーな。何がブワー下がってるの？何これ？なんかベロでチューしてる写真。飾ってんの？やだ。じゃあ、あの、私はここにいますので、いないものとして、はい、近いな、結構。テレビ見て、ごゆっくり。そういう感じなんだ。スマスマいなかった。近い。行けない。すぐじゃん。もないからね、そう、スマスマも気になっちゃって。スマスマが気になっちゃってた。舐める。表現なの。舐めないな。舐めはしないの。あれ。え、すごい短縮。はい、どのタイミングで？いやでも毎回そうなんですね。しそうにない、全然急になんですね。なんで？うわ、なんかもう一回見てるのにドキドキしてきた。来ると思ってないからさ。カピバラみたいな顔しちゃってんだけど。あ、見えるの？こんなガッツリしてるの見えるの？どうだろう？いやでも毎回そうだよね。しそうにない、全然急になんですね。なんで？うわ、なんかもう一回見てるのにドキドキしてきた。来ると思ってないからさ、すごいなんかカピバラみたいな顔しちゃってんだけど。あら、もう目と目があって。あら、あら、あ、女性から。どうしたの顔で。え、すごい。あ、抱えちゃったから。こんながっつりしてるの見えるの？やばっ、やばっ。一人一人見てる。本当に誰もいないですからね。で、お邪魔しました。お邪魔しました。どうだった？何なんだ？興奮したっていうか、まあ、確かに、まあ、ちょっといいなと思う。大人だからね。いや、興奮した映像が見れてます。あれ、あんな突然来るの？そうなのよ、本当に突然来るの。まず目そらしちゃうもんね。なんかそう、まず目そらしちゃう。びっくりして。で、もう一回振り返ったら、もう、あ、2回目してるんだ。1回じゃ終わらないですよ。加藤さん前言ったよね。急にです、何もなくふと始まりますよね。どう始まる？そこら辺は1回目でしたっけ？1回目です。だって何にも前例がなく言ったわけでしょ。いや本当に、なんか聞かされた時に何言ってんだって思ったよね。そうそうそう、誰もいない。しかも本当に誰もいないですよね。本当に誰も、スタッフさんもなんか冷たいの。企画に関して